ミネット・ウォルターズは、イギリスの女流推理小説家。イングランドのハートフォードシャー、ビショップズ・ストートフォードで、将校サミエル・ジェブと、妻コリーンとの間に出生。彼女の人生の最初の10年は、イギリス各地の陸軍基地を移動するのに費やされた。少女期には、読書好きの母親の影響で、禁止されているにもかかわらず押し入れにこもってまで、犯罪小説や事件、 裁判の記事などを読みふけったという。1960年に人不全で父親を亡くしてからは、ソールズベリーのゴドルフィン寄宿学校での奨学金を給付されるようになるまで、バークシャーのアベイスクールで1年間を読書三枚で過ごした。寄宿学校から大学入学までの間、1968年にはザブリチン・ブリテンのボランティアに参加、イスラエル・エルサレムに行き、器物や、 少年院で実習する。あと、ダラム大学トレベリアン校でフランス語を専攻し、1971年に卒業を。1972年に編集助手として IPC マガジンズに入社し、翌年、ウーマンズ・ウィークリー・ライブラリーの編集者となる。余暇に恋愛小説や短編あるいは連載物を書くことで少ない給料を補った。1977年には、 フリーランサーとなるが、彼女自身の請求書を決済できるように、雑誌社のために書き続けた。大学で出会ったアレク・ウォルターズと1978年に結婚、二人の息子、ローランド及びフィリップを設ける。二年半をかけた、諸女長編小説、氷の家は、多くの出版社に拒否されたが、1992年、マクミランパ・パブリッシャーズが1250ポンドでこれを、 会出版する。たちまち、英国推理小説作家協会、ジョン・クリーシー賞を受賞、11の海外出版社もこれに飛びついた。次の2冊の作品、女彫刻家で、エドガー賞長編賞を、鉄のカセで、クアゴールド・ダガー賞をそれぞれ獲得。彼女は最初の3冊で3つの主要な賞を勝ち取った初めての推理小説家となった。ありがとうございます。